柑橘にも分厚く積もった雪。四国の上空にマイナス12度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まった影響で、県内では午前中、南予を中心に雪が降りました。西予市宇和では午後3時時点で13センチの積雪を観測。今朝の最低気温も氷点下 1.6 度と今シーズン一番の冷え込みとなる中、先生が雪かき作業に追われました。子どもたちがこう歩きやすいようにということと、滑らないようにですかね。指先が冷たい。寒かったけど、まあ、去年と同じぐらい降って嬉しいです。雪合戦とかいろいろ遊べるのが増えるからです。めちゃくちゃ寒いです。嫌ですね。寒くない、嬉しい。どうしてですか。雪だるま作れるから。積雪の影響で JR 予土線は午後4時ごろから全区間で列車の運転を見合わせていて、明日も一部の列車が運休する見込みです。雪のピークは過ぎましたが、明日も朝の最低気温は低く、雪が残っている可能性があるため、気象台は引き続き積雪や路面の凍結による交通障害に注意するよう呼びかけています。今日を境に冬型の気圧配置は緩み、明日以降日中は気温が徐々に上がってくる予想です。